ちょ、僕もあやかってポルガドラゴンボールの撮り方の動画を撮影、に追っ始めてます。いつもありがとうございます。オースボンバー徳島のパンプキンです。そのいつもと頑張ってるやっていくんですけども、まあ今回ね、まあ、2週目のサーシェルの撮り方ということで、で、その他のポルガドラゴンボールの撮り方、私の YouTube チャンネルのコミュニティの方に、答え投稿してますんで、ぜひねそれを見て、撮ってみてください。で、本日のヒント、仲間をドッカンと強くせよということで、キャラクターのドッカン覚醒すれば、大丈夫です。はい、サーシェンを取ることができます。で、この動画の最後にですね、七夕ドッカンレースのチケットを7連引いてね、動画締めようかなと思います。はい、そうそう、そんな感じです。どれやったんかな、なんかね一体ねドッカン覚醒できてないキャラがあったんすよ。そうなんすよ、これそう、ドッカン覚醒、ケラのドッカン覚醒をして、俺なんで84万もいったの。で、サーシェンロンをゲットできると。サーシェンロン、ごめん、サーシンチュウ。です。はい、ドッカン覚醒するということ。はい、まあ、こういう風に撮れますんで、ぜひね、撮ってください。うん。俺これなんで育成部長とまんまなんだったんだ。まあまあまあいいでしょう。はい。じゃあ、最後ね、ラストね、ちょっと、チケット 7枚引いて終わりましょう。これかね。まあとりあえず欲しいのは身勝手とビーストです。もうそれしか、もうちょっと音聞こえん、聞こえん聞こえん。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。で、言うてね、あのポルガドラゴンボールの動画投稿できるのは日曜日だけっつってね。そうそうそう、やめやめ、あかんわこれ。絶対あかんやつやろお前。わ、食べて引いた方が良かったやろこれ。あ、あ、あ、あかんやんか。